あ、石川さん、また撮るって言われたんですけどね。何ですか、毎回毎回。こういうあの前振りで、多分もう大体の方お気づきだと思いますけど、何かしらの告知があるから撮ってます、これ。もう最近早いね。もう3月ですよ。もうだってね、リアル亀学やったのっていつだっけ。寒かったよね。そうだよ、俺すげえ震えてたもん。忘れちゃった。なんか12月とかだった。あ、12月だ、そうそうそう、中村とか。そう、それからもうだってもう春ですよ。もう CP プラス以来に出てくるこの花粉症メガネね、かゆだよ本当に。目だけはあれだね、薬飲んでも治らないから、まあ、そういうことですよ。まあでも本当どうしたらいいんだろうね。あ、でもあれですよ、今週であれが終わったのかな、秋葉編がね、秋葉原編はね、いかがでしたでしょうかね。今回は我々ゆでかめ先生とひろきめだけではなく、ね、メイドさんとか、ね、ゆめちゃんとか女子も出てきたので、ビューが増えてる。可愛い子も仕込みつつやっていった方がいいのかなと思いましたね。あとはあれだよね、あの ゆりかめら先生がゆりかめら先生が着てたあの T シャツ、アキラの、そう、なんかあれすごいいいやつなんじゃないのみたいな、高いらしいですよ。そう、なんかネットで見たらね、なんか3万とか7万とか、まあいろいろ秋葉原編はポートレートも充実してたんで面白かったですよね。毎回コスプレするわけじゃないんで、ちょいちょい入れていこうかなと思ってます。で、秋葉原編は正直言うと今まで撮った中では一番後に撮ったやつで、実はその前に撮ったやつがあるんですよ。暑い時期に撮ったんですよね。そう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 、セミが鳴いてるんですよね。そう、だからなんで春先にセミ鳴いてんだとかあると思うんですけど、その新しいシーズンが始まるぞとね、井の頭編シーズン シーズン8か9ぐらい、そうだ、やってなかったっけ。井の頭編はね、結構面白いですよ。まああのあれですよ、ゆりかめらさんが動物写真家じゃないですか。だからまあ井の頭公園イコール、まあ、動物園みたいなところもあるんで、シグマさんの、まあ、リアルな写真撮影会にお邪魔して、我々は乱入して撮影の合間に井の頭公園の動物園を回ったというね。見どころなんだろうね。まあ珍しい動物がいたよね。なんとかっていう名前の、そう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 、かなり何匹かかなり一つも動物の名前が出てこない。分かんないんだよ。カピバラがいたかもしれないね。カピバラと、うん、そう、ヌーみたいな、なんか分かんないけど、なんかそんなような名前のちっちゃい馬みたいなのとか、うん、あと猿がね、ちょっとムフフな感じになっちゃったりとかね、いろいろと面白いあのシーズンなんで、お楽しみに。で、まああとは最近の傾向としては、また新しいシーズン取り出そうかなという感じで具体的に動いているので、その井の頭編終わったら次のシーズンが多分始まると思いますけれども、皆さんからいただいているようなこんなの撮ってほしいとかっていうのもね、今後反映していこうかなと思うんですが、まあよくあるご意見としては、ゆりかめら先生と同じレンズとか揃えてひろきめ撮らないで比較になんねえよっていうご意見もたくさんいただいてるので、買っちゃいます、レンズ買っちゃいます。切るよ、 G&バラを、エバラレンズが新しく入った新しいシーズンもあると思うので、まああとはそうですね、今年の後半にかけてはまたこうね、いろいろな場所に行ってね、まあ去年高松行きましたけど、まあ、そんな感じでいろんなところ行って撮るのもやりたいなと思うので、できるかどうかは皆さんの応援声を全てですので、引き続きご愛顧いただければと思いますね。行きたいよね。行きたいですね、うん、でっかいの北海道とかね。そうですよ、端っこも行きたいですね、沖縄とかね。まああとは東北の方とかもね、あと関西だって大阪とか京都とかね、香川はあるけどね、あと広島とか岡山なんかもいいとこだしね、あと九州もいいですよ。またあれですよね、あのリアルカメラも今年いっぱいやりたいしね、あの皆さんと触れ合えるんで楽しいんで、ぜひぜひ来てください、呼んでください。まあ井の頭編は見どころあんのかな、まあまあ面白いと思いますんで、まあちょっと私の格好とかゆりかめら先生の格好が夏女みたいになってますけど、まあ、それはご了承いただいて、ぜひまた楽しんでください。さよなら、さよなら。以上です。アディオス。